雪橋雪橋は、栃木県栃木市山和町にある渦間川に架か,かる、栃木県道75号栃木佐野線の橋である。橋町12.7メートル。江戸時代、栃木町に架か,かる橋は2つだけであり、雪橋はそのうちの1つだった。ただし、雪橋という名は、江戸時代末期に付けられたもので、それまでは念仏橋と呼ばれていた。明治七年に架け替えられ、栃木市の中心街から、 西木山公園や太平山に通じる橋として栄えた。大正14年には木橋からコンクリート橋に変えられて現在に至る。橋の北西には県庁堀があり、橋の近くには塚岳の黒塀がある。渦間川は江戸時代から水運業が盛んで、現在では船頭による船歌が楽しめる観光用の船が行き交っている。 観光用の船は、倉の町遊覧船と呼ばれ、この橋付近から瀬戸河原の公園の間の約300メートルを往復する。地元栃木市出身の詩人、柴田豊は、少女期から青年期にかけて、この橋付近の職場に方向に出されていた。職場で辛いことがあると雪橋に来て、職場の同僚と互いに慰め合っていたという。その時の思い出を、 ユキキョウという題名で作品として発表し、自身の詩集、くじきないでにも取り上げられた。ありがとうございます。